あら、そもそも現実に戻るにはホテルに行かないとダメなんじゃないかな。おかしい、みんなどこに行ったの？またお会いしましたね。ああ、僕の忠告を気にもかけていないようだ。残念です。そんなにその少女に夢中なのですか？あなたは本当にあまりに周りが見えていない。気をつけて。今ならはっきりわかる。君の友達には問題があるって。おや、この勇敢なお嬢さんはあなたを守りたいようですね。なぜでしょう？あなたたち、そんなに親密な関係でしたっけ？ふざけないで。あなたの性格、とっても好きですよ、お嬢さん。そこの足毛と違って、あなたの鼻が利くことも認めましょう。それでも、あなたは集団に遅れをとっている。この状況になってもまだ気づいていないのですから、ファミリーが隠したこの美しい夢の裏に隠された秘密に、そして氷雪の世界を救った開拓者、散歩のやつ、ヤリーロ6の物語を一体どれだけ誇張したの？ま、彼の話を信じちゃった方が悪いか。本当に足毛ちゃんには失望したよ。悪いけど、本当の無境の中でちょっと眠ってて。
ここはどこ？ホテルに戻ったの？いや、この感じ夢に入った直後の景色と雰囲気が似てる。連絡はできないか？ミハイル、いるの？何これ、変なの？人体は皆脆いがゆえに美しい。ホタル？あ、やっぱり君もここに。私にもわからない。とにかく私たちはまだ夢の中にいる。他のどこでもない。ましてや現実でもない。空気中に奥室独特の感触があるから間違いないよ。でもここは私が知ってる美しい夢とは全然違う。幽閉、静寂、不安。この漂ってる文字が見えるでしょ？ファミリーが治めてるピノコニーならこんな場所あるはずがない。そうなるとこれは夢の泡？ううん、違う。覚えてる？私たちが気を失う前、君の友達はこう言ってた。本当の無境って。確信はないけどね。私もふと気づいたことだから。いずれにしてもファミリーが無境の真実について何か隠してることは間違いないと思う。それに君も目が覚めた時に気づいたでしょ？そこら中から聞こえる時計の音。私の直感が言ってる。ここに隠された秘密はきっとあの謎の時計屋にも関係してるって。もしそれが時計屋の遺産を指してるなら、今ピノコニーの夢の中にいる全ての人に密接に関係してることになる。行こう。真実を見つけるためにも、ここから出るためにも、まずは動かないと。わかった。かくれんぼがしたいんだね。横の廊下から迂回しよう。つけてあげる。ここも行き止まりだ。この部屋の構造、もしかして私たちを壁側から迂回させたいのかな？
重力を勝手に変えるのは厳しく禁止されてるのに。ミハイル、鳴り響く。いた。本気ではおらず、命の花火、いずれ風に吹き落とされる。素晴らしい時、さようなら。早く行け。落ち着いて。楽しく。いいですか？これは壮観だね。出口は反対側。行けばいいんだろう。
すごいわね。どんなご褒美が欲しい？少しも意外じゃないわね。私も意外じゃないわね。鳴り響く。いた。目は巡る。命の歯いずれ風に吹き落とされる。素晴らしい時はさようなら。待ちなさい。ショック解散。生命は呼吸するだけで。落ち着いて。輪を持って尊しとの呼吸するその空気。素晴らしいと、さようなら。立ちなさい。落ち着いて。天の鎮気振動器。してるこの文字って誰の心の声なんだろう。ミハイルって誰なのかな。なんとなくわかる。あれに込められた思いが、迷い、恐怖、悲しみ、そしてほとんど感じられないほど弱々しい死を顧みない決意。鳴り響く。涼しいですね。
涼しい。痛い。本質は同じ。無理だよ。早く行け。素晴らしい。さようなら。いずれ風に吹き落とされる。千の鎮気振動機。落ち着いて。素晴らしい。さようなら。勝負解散。立ちなさい。一気にかかっ。落ち着いて。みんなを守って。急がば回れですね。呼吸するその子。立ちなさい。生命は根は戻る。怖いよ。逃げんな。全員死刑。をもてなさないと。勝負解散。命の歯にいずれ風に吹き落とされる。素晴らしい時を。さようなら。天の鎮気を。一心同期。落ち着いて。おらおら。あっちは俺様だけで十分だ。チェックメイト。素晴らしいと。さようなら。輪を持って飛ぶ。好きなの？私も好きよ。どんなご褒美が欲しい？痛い。やれる。立ちなさい。一気に片付けましょう。解散。根は戻る。人体は皆脆いがゆえに美しい。教えて。それって大事なことなの？ミハイル、何か心配事でも？どうして？ああ、綺麗。Thank you.
私も意外じゃないわね。よくやったわ。私も好きよ。危険な状況だけど成功だね。でもファミリーは無教は絶対安全だって対外的に約束してたのに。ここにはパズルしかないね。
両側の部屋に飛んでいったみたい。この子は僕がミハイルのために作った折り紙の鳥。パズルの空きが埋まるはず。鳴り響く。いたね。メラミゼル。命のいずれ風に吹き落とされる。落ち着いて全員素晴らしい。さようなら。
人体は皆脆いがゆえに美しい。消えた。そろそろゴールかな。宝箱が一つだけ。怪しい。開けてみよう。何？どうして急に明かりがついたの？びっくりした。それにしてもこんなにドアがあるなんて。多分この中のどれか一つから出られると思うんだけど。
様がいるって。何ビビんじゃねえ。鳴り響く。何なの？このモンスターは。戦輪は権限した。同天陰月。総理、よう注がん。プラス5点。悪鬼は俺様だけで十分だ。剣発。使うつもりはなく天候の残のみ。です。零点。生命は呼吸するだけではない。この力が騒いでいる。天候の荒波。途中で会ったモンスターたちに似てる。これがファミリーの隠してる秘密なの。答えてみろ。存在とは感知。知識は尺と真理を探り誤謬を根絶する。命の花びら、いずれ風に吹き落とされる。やれる。みんなを守って。悪くない。使うつもりはなかった。マイナスだ。戦輪不走り世を注が。ここから抜け出す方法はないの？正しい方法を知らなければ死の影から逃れることはできないわ。落ち着いてください。私はあなたたちの味方です。私のことはメモキーブラックスワンと呼んでちょうだい。テス、マイナスだ。アッキは俺様だけで十分だ。研究の価値あり。根は逃げる。僕が一命の温度。存在とは知識は尺と真理を探り誤謬を根絶する。生命は吐く。零点。命の歯いずれ風に吹き落とされる。戦輪は不走り世を注ぐ。マイナスだ。命の花びらよ、いずれ風に吹き落とされる。存在とは知識は尺と真理を探り誤謬を根絶する。戦輪は剣総理世を注が。0点。悪鬼は俺様だけ
明か。テス明天研究部健康の また会いましょう。目が覚めた、寝ぼすけさん。いい夢を見たようね。どう？夢の中に私は出てきたかしら？私はただ、あなたたちを記憶域から出してあげただけよ。ようこそ、現実のホテルレバリー。あなたが最もよく知る、最も安全な場所へ。あなたの精神状態が正常でよかった。あの原子の無境の影響を受けなかったなんて、運がいいわね。あなた、あの子に随分関心があるのね。彼女は、死を前にしても、力の限りあなたを守ろうとしていた。私です。あなたの頭の中が疑問符でいっぱいなのはわかっているけど、焦らないで。まずは、あなたを心配している仲間たちに、無事を報告しましょう。